こんにちは。こんにちは。少子子です。キヨです。科学系講座の時間がやってきました。はい。はい。今日はですね、季節の花を描こうかと思います。はい。はい。季節の花といえば、花菖蒲です。はい。花菖蒲を分かりやすく描いていこうかと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは、早速書いてみたいと思います。はい、お願いいたします。はい、いつものように丸とか三角形を使って書きたいと思います。では書きます。はい、まずは薄く下書きをします。はい、ただ、カメラで撮ってるとこの薄い色が見えないっていうことが以前あったので、今回はちょっと濃いめに下書きをしてみたいと思います。基本形は丸です。こう見えますかね。なんとなく見えればいいかな。はい。で、画面上に、写真があるかなと思いますけども、ここのラインの下の部分に花びらを書いてみたいと思います。で、ここに1枚、ここに後ろバックに1枚、ここちょっと離れて1枚、そういう形ですね。ちょうど半円ではないんですね。そうです。まあ左右対称は避けた方がいいと思います。はい、はい、それと今度は、ここに1枚2枚、ここに1枚、そして1、2、3、はい、ありますね。じゃあそれを書きますね。はい、ここに1つ、ここに1つ、ここに1つ、向こう側に、とにかく丸で表現しますね。3、はい、はい、これがベースになります。はい、全体像を捉えるために、茎まで描いていきます。ここに三角形を、下向きの三角形を描いてください。はい、そして細い長方形、はい、ここに、三角形、葉っぱです。葉っぱですね。ここが狭くて、ここから長い葉っぱ、ここ広く取って、ここ狭いですね。ここ広くて、ここは狭い。はい、これを今からですね、しっかり形を取った後に、今回ですね、この練り消しを使って下書きを消します。はい、まずは鉛筆で下書き濃ゆくします。はい、お願いいたします。なんとなく、柔らかさを出すために、ふわふわの感を出すためにこういう感じを出しましょう。ここになんとなく三角形を描いて、はい、ここ黄色になるところですね。はい、ここ長方形があって、また一枚ある、こうなります。それは裏返った感じをこの枠内だけでちょっと表現してコードレスです。難しいかな。1、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 
1枚は葉っぱを仕上げてください。はい、
それではちょっと消しますね。はい、叩いた感じですね。多分また薄くなるところがあると思うので、そこはまた後で濃ゆく足したいと思います。ちょっとね、消しちゃった部分、ちょっとね、先に消しとけばよかったね。はい。じゃあ、筋の方も書いておきましょうね。こうやって、ラインをね、書いておくとすごくコードに見えます。これ鉛筆でいいですよ。鉛筆でいいです。はい。はい。はい。こうやって数字を書いておきましょう。ここはよかったら丁寧に書かれると綺麗ですね。中心をちょっと、もうビラビラの感じの柔らかさを出さないで直線的に行きましょうかね。ちょっとここら辺にね、乗せます。雰囲気的だ。ちょっと乗せるぐらいで、これでいいかな。はい。はい。今から塗っていきたいと思います。はい、今回ですね。いつもですよ、呉竹さんのを使いますね、はい、で、今回紙皿を使います。ほんと、すぐ揃います。これ100均ですね、はい、顔彩は付着した呉竹さんのを使います。で、今回ね、ちょっと薄い花びらをちょっと選んでみました。はい、ブルー系にちょっと紫がかった感じのものですので、群青を使いたいと思います。群青ね、群青に少しですよ、紅梅を少し加えますね。紅梅、そして塗ります。で、その時にたまるんですよね、この紙はね。吸い込まないので、上に乗った感じですね。これがですね、またいい感じに乾くんですよね。多少色ムラを出されてください。同じ色でいいですよ。ここちょっと開けとくと後で表現しやすいかもしれない。裏返った。この花びらと向こうの花びらを少し1ミリぐらい開けとくといいかな。これ表面張力でそこからはなかなかいかないんですよね、溜まってもね。溜めときますね、こうやって。とこの根元にもしっかり溜めときます。同じ色ですね。これ結構薄くなるので、目で見るよりも乾いた時薄くなります。これ今の状態よりうんと薄くなりますので、ちょっと濃いめでいいかなと思います。はい、そして今度はですね、この丸っていうところですね、これもですね、少し色、同じ色でいいんですね。描いておきます。ちょっと丸も花びらなんですね。そうですね、絵がうまく見えるっていうのはね、一
つポイントというのがあって、今少し色ムラっていうかぼかしを入れましたよね、はい、こういうのが少し見えてるだけでなんかすごく上手に見えますので、ちょっと後でこういう色を垂らし込みっていうんですけど、これ垂らし込むんですよね、影みたいなのを下の方にちょっと入れとくとすごくいい雰囲気になっていきます。はい、はい、ではですね、ここの部分は紫ですよね、しっかりした。じゃあ紫を、そうです、紫に、この紫に少し藍色を、群青か、ごめんなさい、群青を入れてみましょう。はい、あまりこういう色を使わないで少し水で薄めます。このラインが見えるぐらいにしましょう。はい、こうやって向こうの花びらとこっちの花びらを開けますね。ちょっと空間を開けるといい感じになる。空間が取れなかったらどうなるんですか？空間が取れないとですね、立体が見えなくなるので、その時にはこのラインにアクリルで線を引いてもいいかもしれない。うん、まあできるだけ自然体で。手前と向こうっていうのが分かるように、ここには白い枠があった方がいいと思います。ここを全部塗っちゃうと手前の花びらと向こうの花びらが分からなくなりますので、そこら辺要注意ですね。で、今言いましたよね、うまく見せるポイントは根元を締めるということ、ここがポイントになりますので、皆さんご注意、ポイントです、はい、これ乾くとまた薄くなりますので、はい、薄くなった時はまたもう一回入れましょう、はい、こうなります。じゃあそろそろここに黄色を入れますが、はい、黄色の場合はここに白をもう開けないでベタッと塗っていいですよ。はい、はい、溜めてください。少し中に入っていくぐらいでいいですよ、うん、お隣に色が映ってもいいということですね。そうです、そうです、はい、こっちの方が一体感があっていいかなと思います。はい、はい、でここがね、もう少しこういう方がいいかな、うん、ここがね、でそうしたらまたもう一回薄い群青を入れておきます。垂らし込みです。こことここが色がはっきり分かれている花ですよね。そうなんですね、うん、そうそうそう、はい、はい、こうなります。で今から葉っぱと、まあ、茎を塗っていきます。でここもね、綺麗なグリーンというよりも少し青系のグリーンにしますね。六章という色を使いましょう。はい、六章はヨモギや、うん、に青を入れたいんですね。そうです、そうです。柔らかく、今回は柔らかく描きましょう。塗り全部塗っていいですか？全部塗っていいですよ。ペタッと塗っていいですか？はい、塗っていいです。綺麗、はい、こんな感じで大体もう出来上がりなんですよね。やっぱり根元を締める、うん、この時にまあここにある群青の色を少し足して影のイメージを強くしましょうか。根元を締めるっていうのはね、すごく大切なことなんですよね。大体何でもそうですよね。そうです、そうです、そうです、そうです。いつも根元と言いませんよね。なんて言うんですよ。なんて言いますか。首根っこと言います。
首根っこ、ここら辺をですねちょっと締めるとですね首根っこ首根っこのワンコが、うちにはねダックスが2匹おりまして、ひとみちゃんとひかりちゃん、ひかりちゃんかわいいです。はい、こうなります。できましたね、はい、いい感じです。柔らかい感じになりました。ここちょっとにじみすぎたかもね。また水をつけたんですかね。ちょっと伸ばしよう、伸ばしてみる。あの水をつけて伸ばすと綺麗に馴染んでいくんですよね、うん、でもう一回何回もここに色を足していくといい感じになるのかな。花びらがひっくり返った部分まで描かれましたので、ちょっとだけ難しいと思います。もしそこがうまくできないなとか思われるときは1枚にそのまましてもいいですよね。はい、そうですね、はい、はい。それでは今から言葉を書きます。はい、お願いいたします。さあ、では早速、花言葉は何ですか。はい、花勝負の花言葉は、はい、嬉しい知らせ、はい、あなたを信じる、心意気、優しい心、優雅、信頼。いい言葉が多いですね、うん、もう今パッと浮かんだら嬉しい知らせありがとうとか、うん、短い言葉で